で、アフリカのね、西アフリカのガーナ、首都がアクア、ここにたどり着くわけでございます。初めてのアフリカ自体はモロッコに行ったことがありますね。2回目のアフリカで、西アフリカガーナのアクアにたどり着けましたよ。こんな感じですね。アクアでね、書いております。今回の書き込み、日本語でできたんですね。西アフリカガーナアクアよりお伝えいたします。次回の日本語の書き込みができない場合は、ローマ字で書き込みすることもあります。音楽には人の気持ちを変える力がある。そこで、今日僕の気持ちを変えた曲と今している長い旅を紹介いたします。今回も写真300kbで以内なのにアップすると注意が出てくると、こんなことまで書いた。ということで、西アフリカガーナアクアに来ております。アフリカの人がみんな生き生きしております。僕に気がつく人はみんな合図をしてくれる。悪い人かどうか心配な時もあるけれど、純粋に歓迎してくれる人に嫌な顔はできない。西アフリカも旅をしようと思えば楽しくできそうだ。8月1日、2泊した朝を迎えた。宿の料金に朝食がついていたことに気がついた。トーストにコーヒー、卵に豆料理。ほのかにアフリカンなブレックファストだ。さて今日はどうしよう。昨日の夜、自分のパソコンで日記などを書いたので、今日はそれをネットショップにアップしてこよう。部屋干し中の洗濯物が乾きにくくて、窓を少し開けたまま外へ出た。治安は今のところは安全を感じている。少し離れたネットショップを目指して歩き出した。やっぱり長袖には限界がある。 T シャツみたいに気軽に手で洗濯もできないし、汗で濡れる長袖は厄介だ。マラリア対策で一昨日空港から、まあ外を歩くときは長袖を着るようにしていった。でも周りを歩く人はたまにしか長袖を着ている人はいない。神経質は日本人だと思われるかもしれないな。道を行くタクシードライバーは僕が歩くのを見つけるたびに、ドアライカーって合図を送ってくる。気づかないふりをしてかます。歩いていたら薬局を見つけて、もしマラリアになってしまって病気に行けなかったら困るので、念のためにマラリア治療薬を購入した。処方箋なしで買った 14GHS1400円。 お目当てのネットショップは閉まっていて、少し遠くまで行って、空いているネットショップを見つけた。1時間200円ぐらい。無料欄が使えるので、ローマ字で原稿を書いてこなくてもよかった。今さら日本語で打っても時間がもったいないので、今回はローマ字のまんま日本日記などをアップしたと。外へ出た。暑くてたまらないので、もう長袖はいいやって感じで脱いだ。周りが着だしたら自分も着るようにしよう。一旦宿に帰る。昨日買ったバナナチップスとガーナチョコレートをお昼代わりに食べた。チョコはなんとなく美味しいと思ったけれど、日本と変わらないのかかな。テレビをつけたらアニメーションの
ライオンキング、アフリカアレイ見るなんてすごいいいタイミングだ。よくやってるのかもしれないよ。そしてまた外で大通りを駅の方へ歩いた。駅の周辺には人が多い。マーケットはバスターミナルもある。駅に止まっている列車も旅情。旅のね、感じを誘っていた。旅情を感じた。そのまま、ざっと抜けて海岸に抜けたと。爽やかな風に当たって少し涼しんだ。だんだん夕暮れになって、マラリアの蚊が活動する時間なので、早めに宿へ歩き出し、ガソリンスタンドの店で買い物をして、宿の近くでご飯を食べて戻った。ヤシでも無線 LAN 使えることを知って、今急いでこの原稿を書いて試している。太平洋諸国ではなく、東南アジアでもなく、インドでもなく、アメリカでもなく、カリブ南米でもなく、ヨーロッパでもなく、アフリカの西のガーナ、アクアの人情、温かい街の雰囲気を今日は感じた。C45、本当は C40 リムックスが聞きたくなった。疲れ切って夕方海を眺めていたら聞きたくなった。寂しさが気持ちいい歌だなって思います。もちろんこの曲はハッピーではない。ラブソングだとは分かっているけれども、歌詞のどの言葉でラブソングだと決めたらいいのか探すと迷ってしまう。そうなんです。この歌の歌詞をよく読んでいると、ラブソングだとはいけないことが分かっているような気がします。旅の概要を説明しましょうかね。四つ間の西アフリカ、南アフリカ旅。2009年の8月ぐらいに行った旅ですね。まあ、ヨーロッパの、オランダのアムステルダムの近くの飛行機で、西アフリカのね、ガーナにたどり着いてからの紹介ですね。ガーナの首都はアクアといって、グレーターアクア州っていう州があるんですね。その中にアクア首都圏というのがあって、その中にアクアがありますね。で、そこからバスに乗ってセントラル州っていうところがあって、その中にケープコーストというところがありますね。そして、ここから内陸北上の方に北上してですね、アシャンティ州の中にクマシーというところがあります。鉄道の駅なんかもね、あったところですね。そこからまたバスに乗って、ボノイーストリージョンっていうところを通り過ぎていくんですけど、ちょっとここら辺不明な点があって一つ抜けてまして、バス自体はタマレンまで行きますね。北部ノースト州かな、ノースター州っていうところにあるタマレに向かいますね。ここもガーナでございます。そしてアッパーイースト
北の東、北東部っていう意味だと思いますけどね。ボルガタンガという場所に行きます。そしてここからはワゴンタクシーみたいな乗り合いのちっちゃいバスに乗って、ですね、ここがですね、ブルキナソファに入っていくんですね。ブルキナソファの一番最初の州がサントルスットという州。ナウーリっていうところを通り抜けて、そしてズンドウェオ号、バーゼがガリオ号、ガーレオ号、ウブリトンガ、サンマトンガ、ナモントンガ、セノ。途中からこれサントルというところを通っていくのかな。ちゃう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 、間違えてる。ブルキナソファのサントル、まあセントラルっていう意味だと思うんだけどね。サントラル州の中に首都のワガドゥーグ、僕と当時旅した時はね、オウアガドウゴウってね、ちゃんとローマ字読みで発音してたと思いますけども。そこでな、1泊かな、2泊来たかな。そしてバスに乗って、プラトサントラルの中にあるウブリトンガ、そしてサントルノールに入ってサンマトンガ、ナモントンガ、そしてサヘル地方、サヘル地方の中にドリという町があって、そこで泊まったということですね。本当はね、ここから直接お隣のね、ニジェールっていう国に行きたかったんだけど、それができなかったので、一旦首都に戻りますね。来た道を戻って、サントルノールのナモントンガ、サンマトンガを通ってプラトサントラルのウブリトンガを通ってサントル、首都の、じゃないな、サントル。首都の中にカリオゴっていうのところがあるんだ。サントラルの中にカリオゴっていうのがあって、その中に首都のワガルーグがあります。ここへまた止まってから別の方向に行くバスに乗って、プラトサントラル、ここも通ってきたところなんだけど、その中にあるウブリトンガ、ここのウブリトンガは一緒ですね。で、ここは初めて行くところのガンズルグーっていうところを通って、そして中東部、セントラルイースト、セントロイースト、クリトンガもなんか通ったような気がするけど違うのかな。まあいいや、クリトンガを通って、そしてニジェールという国に入っていきます。ニジェールのティラベリーっていうところを通って、そして首都のメアニーの中にあるメアニーにたどり着くということですね。
そして、メアニーから方向を南の方に向けて、ティラベリーというところを通って、そしてドーソというところを通って、今度このベナンっていうところに入っていきます。ベナンのアリボリ、マランビルっていうところで止まりましたね。で、次の日かな、またバスに乗ってボルグっていうところにあるパクラーっていうところに泊まりましたね。そしてまたバスに乗ってコリネス県、デパルメントでコリネス、九十コリネスっていうところを通って、ツーっていうところを通って、アトランティック、まあ大西洋みたいな意味合いがあるのかな、アトランティックを通り過ぎて、沿岸帯、リトラル県にあるコヌト、コトヌ、首都ではないんだよね。首都はね、このね、もっと東の方にあるらしいんですけど、この時は首都だと思ってたかもしれないな、間違えて。ここに泊まってですね。で、こっからまた海岸線沿いに西に向かって、アトランティックっていうところをね、通っていって、ここからね、東郷の海岸州のメロっていうところに泊まったんですね。で、バスに乗ってアゴっていうところを通り抜けて、そしてパリメ、クロトっていうところの中にあるパリメに行きましたね。ここで一回止まって、で、次がガーナ。バス、小さいバスだったかな。ガーナの中にあるボルターっていうところにあるホーっていうところに泊まったんですね。で、泊まってから、首都のアクアに戻っていくという。アクアはグレタアクア州ね。グレタ、まあグレートアクアっていう意味なのかな、わかんないけど、アクアに行くと。アクアの空港、コトカ国際空港から飛行機乗って、南アフリカのヨハネスブルク国際空港まで飛んでいく。ハウテンっていうところに、ハウテンの中にあるヨハネスブルクで、ヨハネスブルクへ泊まってないかな、わかんない、忘れちゃったな。で、列車に乗るんですね。列車に乗って、ブルームフォンティンっていうのはフリースライト州、自由州の中にあります。ブルームフォンティン州ね。で、ここで泊まって、次の日はバスに乗ってですね、北ケープ州を通り抜けて、西ケープ州の中にあるケープタウン、有名な街ですね。喜望峰のところにあるケープタウンに行って泊まりましたね。で、南海岸沿いにバスに乗って、ここも、えーと、東、東、あ、西ケープ州。西ケープ州の中にあるクニスナーというところで泊まって、そして東ケープ州の中にある、ポートエリザベスっていうところ、これまた泊まったんですね、バスで移動して。で、次の日、またバスで移動して、ダーバンがあるところがクワズールナタール州の中にあるダーバン。そしてヨハネスブルクにバスで戻ってきて、空港から飛行機に乗って、いきなりもう香港、アフリカから香港、ここ何も書いてないな、
一応ね、香港は中華人民共和国。中華人民共和国香港特別行政区、香港。そして飛行機に止まってから、成田に帰っていくというね、そんな感じですね。